原発再稼働反対派の方、何かあるなら教えてください。経済を停滞させないエネルギー、何かあるなら教えてください。はい、皆さん、こんにちは。おめでとうございます。今日はですね、今の世界中を騒がせる、高校生ですか、16歳の、クレタさんっていう女性の方いらっしゃいますよね。環境活動家っていうんですかね。もっと環境に配慮した、行動せよと。まあ、そんなこと言ってます。二酸化炭素減らせとか、まあ、そんなことも言ってんじゃないですかね。まあ、いろんなところで全世界中で称賛されたり、あるいは非難されてる。まあ、ある意味世界でもトップ10に入るぐらい注目を浴びてる人です。で、まあ、その人、まあ、環境問題結構、まあ、詳しく言ってるんですけどね。まあ、その話に若干付随するかなという感じの記事なんですけどもね。これはですね、記事というよりも、まあ、なんですかね、マグツニュースっていうんですかね。マグマグニュースっていうんですかね。で、そこでですね、ジャーナリストの、津田信彦さんの、その、メルマガちょっと紹介してるんですよ。で、今回このメルマガについて、お話ししたいと思うんですけどもね。まあ、早い話が、二酸化炭素どうすんだよというような話です。で、日本は、原子力発電所をやめてから、火力発電ですね。まあ、主にその、まあ、石炭で、石炭燃やして、それでまあ、動かすという火力発電、を、まあ、復活させたというか、増やしています。でですね、まあそれで、でもそれだと二酸化炭素出すんですね、火力発電は。もうもうと。で、じゃあ環境に良くするにはどうしたらいいかみたいな、そんな感じの話なんですけどもね。ですね、前半後半はあんま面白くないです。そうかぐらいな話なんで、後半からちょっと読みましょうかね。前半、中盤はちょっと面白くないで、もう後半からですね。ですね、ここですね、今のままだと2030年の日本の、二酸化炭素排出量は世界の総量、349億トンの予測のうち 2.3% を占めると。で、これ世界で6位だそうです。それで、京都議定書作成にあった1997年には環境先進国を目指す姿勢を見せていた日本なのに、2020年から本格的に実施されるパリ協定では、石炭火力をまだ温存するため、削減目標の、積み上げを打ち出せなかったのが実情だ。まあ、原子力発電なんでやらなくなったかっていうのは皆さんご存知だと思います。やっぱり3.11 です。東日本大震災で、福島原発、非常に危機にさらされました。やっぱりそれを受けて、まあ、原子力発電停止して、それでまあ火力発電を増やしたということになります。で、その2000パリ協定は2020年の1月から本格的にスタートするが、アメリカは協定からの離脱を宣言しているし、先進国の足並みも揃っていないのが現状だと。国ではもうバラバラなんですよ。もう、なんていうんですかね、有名無実化みたいな、そんな感じです、パリ協定。京都議定書、それでつながってるパリ協定。ただ、まあ、企業レベルでは、まあ、削減しようよという話は進んでるみたいですね。それでですね、日本の石炭火力発電は、電力供給のうち 33% を占めると。で、液化天然ガス、LNG 火力の 40% に次いで多いと。そうですか。33% ですか。それでですね、ここから、本題に入ります。しかし、日本の高効率の、石炭火力の、CO2 の排出量は LNG 火力の約2倍であるため、フランスやドイツなどの先進国は、石炭火力の廃止や削減の具体的目標を示し、グテーレス、国連事務総長は、COP25 で20年以降の新設中止を各国に要請していると。だからまあ火力発電やめようと、いうことですね。やめようということですね。日本は石炭火力以外のフロンの削減やさらなる技術開発で CO2 削減を進めないと、環境後進国の汚名をさらに拡大させることになるだろうと。まあそういうふうなことを言ってます。まあ日本の火力発電というのは、まあ、結構効率がいいらしいんですよね。でですね、まあ
じゃあどうすんだって話なんですけども、まあ書いてないですね。結論がどの子の、まあ書いてないですね。じゃあ私が結論言いましょう。二酸化炭素削減する方法がありますよ。これしかないです。ですね、原子力発電、再稼働させることです。もうこれしかないですね。やるんだったらこれしかない。うん、これしかない。私は現段階では原子力発電は再稼働はやむなしという、スタンスを取ってます。ただ大体エネルギーがあるんであれば、環境に優しい、例えば、まあ、大体エネルギーですね、例えば私は水素を売ってます。あるいはまあいろいろ、まああるでしょう、メタンハイドレートとかいろいろあります。まあ、そういったものが実用化されるんであれば、そちらの方を、原発よりも優先的に使った方がいいのではないかというふうな、立場です。だからまあ、絶対に原爆じゃなきゃダメ、絶対ダメなんだ、原爆が一番いいんだと、この世で一番いいんだという、スタンスではありません。ただやっぱり現実的にはその代替エネルギー実用化、とにかく実用化するまでにコストがかかる、費用がかかるんですよね。水素にしろメタンハイドレートにしろ、だから今のところ実用化されてないということがあります。じゃあどうするか、もう原発再稼働やむなしです。私は、そう思ってます。他に何かある人教えてください。他に何かある人教えてください。特に、原発再稼働反対派の方、何かあるなら教えてください。経済を停滞させないエネルギー、何かあるなら教えてください。これぐらいしかないです。原発再稼働ぐらいしかないです。現実を見ましょう。現に再稼働させなくても、そこに地震が起きて、それでまあめちゃくちゃになったとしたら、めちゃくちゃ、まあ仮にめちゃくちゃになったら、やっぱり被害出ますよ。停止してても被害は出ますからね、皆さん。そこ大打撃食らったら、その原発大打撃食らったら、稼働しようがなかろうが、大惨事になります。なんでね、それだったらやっぱり再稼働させた方がいいかなという感じは私はします。この国のエネルギー事情、あるいは世界の環境のために使うしかないような気は私はします。ということで今日は、ですね、まあ結論まあ言っちゃったんで、もうこれで話すことないんでね、大体エネルギーあればベストですけどね。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。